株式会社 AI が提供するデモ音声です。この1年半以上、新型コロナウイルス感染拡大で、これまでとは180度違う生活を余儀なくされた中で誕生した歴史的名馬。これはデモ音声です。ラスト飛行を前に、斉藤誠ゼネラルマネージャーに、私たちの夢と希望というコントレイルの素顔を伺いました。これはデモ音声です。ただ、何頭か入級するディープインパクト3区のうちの1頭という感じで、絆が来た時の衝撃に比べると、そこまで目立つ馬ではなかったのが正直なところです。株式会社 AI によるデモ音声です。その後、多摩雪原で約半年、調教ができない期間があったと聞きます。これはデモ音声です。実は、POG の取材があった3、4月頃は、全く載っていなくて、取材陣にお話しするリストに入れようか迷っていたのですが、入れていてよかったです。これはデモ音声です。現場の専門家をも驚かせる変化を見せたんですね。これはデモ音声です。もし、他の馬主さんからお預かりしている馬だと半年休ませることには勇気がいりますが、私たちはオーナーブリーダーで、代表の前田から任せてもらえているということが大きかったです。これはデモ音声です。斉藤 GM 担当の矢作義人厩舎、金田隆調教助手や福永雄一騎手がレースで力む面をしっかり抑えてくれました。株式会社 AI によるデモ音声です。瞬発力というと、直線でどれだけ末脚が切れるかということを想像する人も多いかと思いますが、道中でわずかに空いたスペースにすっと入ることができる瞬発力というのもあると思います。デモ音声です。ダービーだからいつもより乗り、
運動の時間を10分長くしようなど、つい余計なことをしてしまいたくなるのですが、一流馬は、馬が自ら成長しますから、邪魔をしないようにするだけです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。矢作調教師も福永騎手も、すでにダービー優勝されていましたから、関係者全員に、心の余裕が少しはあったと思います。株式会社 AI が提供するデモ音声です。また、業界として乗り手不足の昨今ですが、活躍馬が出てくれると、私たちの牧場に興味を持って、就職したいという人も増えます。これはデモ音声です。実際に絆が活躍した時も、たくさん就職希望の方がいて、その時からずっと働いているスタッフも多くいます。株式会社 AI によるデモ音声です。絆のレースに感動して入社した方が、今では絆の産駒に携わっているんですね。これはデモ音声です。先日のエリザベス女王杯では、赤い糸が絆産駒初となる GI 制覇を果たしました。これはデモ音声です。スタッフの多くがコントレイルに騎乗経験あり、さて、三冠馬となった後のコントレイルは、ジャパンシーで、アーモンドアイ、デアリングタクトと歴史的レースを繰り広げました。株式会社 AI によるデモ音声です。斉藤 GM、ファンを盛り上げるというのはオーナーブリーダーの役目でもあると考えています。
株式会社 AI によるデモ音声です。もちろん勝つのが一番ですし、そういう努力はし続けています。株式会社 AI によるデモ音声です。斉藤 GM、ルーティンがある馬なので、鍛えるのではなく調整をしています。これはデモ音声です。もちろん、速い時計も出しますけど、当たり前に走れるように調整するだけです。これはデモ音声です。頭が高い馬や巻き込んで走る馬もいますが、それは個性だと思って強制しようと思いません。これはデモ音声です。絆もキャンターでは頭が高いのですが、追い出すとぐーっと首が下がりました。デモ音声です。コンザレイルもそれに慣れているので、我が感せずです。式会社 AI が提供するデモ音声です。馬房にいる時間のうち半分くらいは寝ているんじゃないかというくらいです。株式会社 AI によるデモ音声です。皆さんにとってコントレイルはどんな存在ですか？斉藤 GM、夢と希望を与えてくれた馬です。これはデモ音声です。大仙ヒルズには多くの馬が在馬屋していますが、一歳馬にはいろんな人が乗るようにしているので、8割ほどのスタッフが乗ったことがありますし、ほとんどのスタッフも触ったことがあります。これはデモ音声です。家族や友達に、乗ったことがあるんだよ、
触ったことがあると自慢になるでしょうし、騎乗者としての自信や一生の宝物になると思います。株式会社 AI が提供するデモ音声です。それは、オーナーブリーダーだからできることでしょうし、代表の前田が我々を信頼してくれているおかげだと思います。